8月21日 FC 東京戦。この日は2シーズンぶりのガンバエキスポ2021を開催。チケットはすべて記念ユニフォームシャツがついており、入場者全員に配布。選手サポーターが一つになって戦い、勝利を目指します。今回ユニフォームデザインを担当したのはアメリカシアトルを拠点に活躍する太田翔吾さん。スターバックスなど多彩なアートスタイルで商品のパッケージデザインから壁画まで多岐にわたる作品を生み出している太田さん。今回のテーマは世界とのつながり。竹素材の画材で描いたアートはサッカーを通じて失われたつながりを取り戻し、大阪世界を元気にしたいという思いのもと、ガンバ大阪のさまざまなつながりを表現したデザインとなりました。ガンバエキスポ2021の選手着用記念ユニフォームはフィールドプレーヤーが青、ゴールキーパーユニフォーム、そして記念ユニフォームシャツはともに緑を採用。緑色には新型コロナウイルスのいち早い収束、健康、平和、安心、調和などの意味合いを込めています。スタジアム場外ではガンバエキスポ2021とのコラボイベントやグッズコーナーが出店。限定デザインのキャップやクッションキーホルダーなど人気商品とのコラボグッズも販売されていました。記念グッズを買ったサポーターにお話をお伺いしました。グッズを、ね、買われて出てきましたけれども、何を買われたんですか？お、クッションキーホルダー、これ、あれ、また出てくる？おお、4つですか？お、ちなみにどの選手を買われたんですか？宇佐美選手と庄司選手とパトリック選手と東口選手買いました。綺麗な柄になっててすごくいいかと思います。記念ユニフォームデザインの感想をサポーターにお伺いしました。今日この、ね、限定のユニフォームシャツが配られるということですけれども、今回このデザインいかがですか？結構模様がいっぱい入ったのが私好きなので、もう見た時にめっちゃ欲しいって思いました。でこどのあたりがその欲しいって思わせるところやったんですかね？そこになんかスタジアムのマーク模様があったりとか、うん、なんかちょっとガンバボーイっぽい感じのここギザギザとか、そういうのが可愛いなと思いました。今シーズンは収容人数制限の関係で8月21日 FC 東京戦、そして9月5日セレッソ大阪戦で着用されました。世界へのつながりをテーマにした今回のガンバエキスポ2021、新型コロナウイルスのいち早い収束を願い、そして今後のガンバ大阪のイベントにも注目していきましょう。